シェアリングチャット。このコーナーはリスナーの皆さんが三沢幸香、西明日香と模擬チャットをする企画です。リスナーの皆さんからは私たちが出すお題のセリフに対する選択肢を考えていただきます。ということで今回のテーマは事前募集していました。いってらっしゃい。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？です。嫁の問いかけに対するリスナーさんの返しを募集していました。はいはい。何これ、新婚的な？そうだよね、嫁これだから嫁っぽいこと言うよね。いいね、なんかいいね。いってらっしゃい。今日のご飯は、今日の晩ご飯。うん。晩ご飯だけだよ。晩ご飯だけだね。これに対してリスナーさんはどんな返しをしてくるのかという。はい。それでは実際にやっていきましょう。はい。じゃあ、さちかが嫁役、まず。オッケー。うん。いきますね。ラジオネーム、ポンジュースさんからいただいたチェアリングチャットです。いってらっしゃい。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？え？何を言ってるんだい？いつも夕食は僕が作っているじゃないか。今日はオムライスだよ。もちろん、君の大好きな半熟ふわとろ卵だよ。ありがとう！いつものことだった。ってすっかり忘れてた系の。そう。いい嫁気取ってみたかったんだって、みたいな。で、いつも作ってる感じで表現したかったんだ、みたいな。そうだよ、そりゃ全部やってもらってるさ、家事なんてものはね。ここ埃あるんだけど、って言って。あ、ごめんね、幸香に埃を吸わせるわけにはいかないよ。私、埃とかダニアレルギーだから、出てくって。あー、幸香今日の料理さ、ちょっと品数少ないよね、って。旦那さん大変だな。大変ですね。はい、じゃあそれでは、兄さんにこの答えていただきますよ。ラジオネーム、東洋の悪女さんからいただきました。いってらっしゃい。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？ああ、黒焦げの何かじゃなきゃ何でもいいよ。はあ、なんだそれ。なんだそれだし。黒焦げなんか作ったことねえし、マジで。なんだお前今日帰ってくんじゃねえ。ミサワと変わんないほどひどいじゃん。失礼じゃない？何が？黒焦げじゃなければ何でも。卵焼きとかは僕が作るよ。みたいな。強火じゃなくていいんじゃないかなとか。あと菜箸使ってちょっと混ぜようか、みたいな。俺の嫁の飯がまずい。ラノベがかけそうな感じで。飯まずい嫁、辛いな。じゃあそれでは私が今度また嫁役やりますね。いきますね。はい、ラジオネーム、相沢コゼットさんからいただいたチェアリングチャットです。いってらっしゃい。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？何でもいいよ。ただ、昨日みたいな大惨事は起こさないでくれよ。あー、昨日もてめえが作っただろ！食べて、旦那さんが作る。そう。それは変わらない。それがもうテンプレート。テンプレート。作れないから。作れないけど文句言うから。なんか彩りがさ、って言うから、とか。そうか。じゃあ旦那さんのせいなんだね、これ。そうだよ。大惨事は旦那さんが起こしたものだった。まあ、大惨事は、それだよ。大惨事といっても、あれ、品数少なくないとか、色合いおかしくないっつって、いや、なんだよ、それって言われて。いやー、そういうことで逆ギレしてくる人っておかしいと思うんだよね。やべ、喧嘩始まった。だからさ、って言って、部屋中私が散らかして、後で片付けるのあんたなんだからねって言って、大惨事を起こす。結婚したくねえ。絶対。じゃあもう行くよ。次は西さん嫁だからね。はい。はい、リブラさんからいただきました。いってらっしゃい。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？あれ？今日は夜勤あるって言わなかったっけ？だから、豪勢の朝ごはんを作っておいてくれ。はぁ、夜勤とか聞いてねえし、マジで。ご飯作る気満々だったから、今日賞味期限のなんか食材買ってきちゃったし。一日ぐらいいいよ。いいの ?1 日ぐらい過ぎたっていいよ。じゃあ明日、その1日過ぎたやつ作って出すから、お腹壊したら、なんか、どんまいつって。豪勢な朝ごはんってなんだろうね。ね、なんだろうね。幸香にとっての豪勢な朝ごはんは何？はい、旅館の朝ごはんみたいな。いいね。紅鮭があって、横に味付き海苔があって、ご飯がちょっともうふわふわで炊きたてで、味噌汁があって、ちゃんと上にさ、三つ葉じゃなくて、なんていうの、ちゃんと、なんか葉っぱ乗っかってて、でもすごい漬物とひじきのひたしみたいなのあって、ね、野菜も取れてみたいな。そういうご飯、豪勢なご飯かな。お腹空いてきちゃった。ね、ご飯がちゃんと作れる人募集してます。ご飯がちゃんと作れる、ドバイのお金持ち募集してます。石油を募集してます。さちかいくよ。うん、ただのマグさんからいただいたチェリングチャットです。はい。いってらっしゃい。ああ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？仕事帰りにスーパーで待ち合わせしない？俺が君が食べたいもの作るからさ。特にないなら、寒くなってきたし、低カロリーな鍋でも作るよ。うん、鍋って何が入ってるの？私水炊き好きじゃないし、キムチ鍋も、微妙だし、やっぱりローストビーフと、待って、豪勢なご飯が私浮かばなかったよ。フォークでふわってなるビーフシチュー。フォークでふわってなるビーフ。肉が硬くないやつ。あと、じゃあ豚の角煮の超柔らかいやつ。中まで、黄身の中まで味が染み込んでる圧力鍋でずっと煮込んだやつ。お箸ですぐ切れるやつ、ね。そう。いいね。でしょ？あとはあれだよ、ミルフィーユ鍋みたいな。豚肉のバラ、白菜、キャベツ。緑色のやつ。茶色緑のやつ。二人とも料理ができないからさ、全然野菜の名前が出てこない。そんね、ポン酢だったら結構ね、カロリー抑えめだけど、それ以外にも何品か用意してくんないと怒るよっていう。やばいな、さちかの旦那さんは本当に心が広い人じゃないと。好き嫌い多いからね、本当に。豆とか入れないでって感じ。ひよこ豆とかカレーに入れたら怒るよ。みたいな。かなり、ひよこ豆カレーに入れる人ってかなりこだわりのある人だね。そうだね。学校とかの入ってたから。あ、そうなんだ。一個一個出して友達のやつに。マジで？横で話してる間、ぽい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 。そんな変わんないじゃん、味。変わるよ。マジで？豆だよ。豆ですけれども。あと牛乳も好きじゃなかったから友達に飲ませてた。その代わりケチャップもらって飲んでたから大丈夫。プラスマイナスがゼロ。ちょっと、さちかの半生見てみたいな。ただ辛いだけだよ。やめて！ラジオネーム、9代目親方さんからいただきました。いってらっしゃい。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいい？そうだな。今日はフレンチの気分だから、長州鶏と旬の野菜のポピエットとカルパッチョ桜エビのサラダを添えてが食べたいな。何言ってんだ、日本語で言えしまじ。マジつければいいと思ってんでしょ。だってポピエットとか知らないんだけど。何ポピエットって。なんかあれ何やっぱカルパッチョわかるじゃん。どこでも置いてあるじゃん、結構。ポピエットってなんか小人をイメージしてんだけど、私。そう。ホビットとかじゃないんだよ。小人の姿焼き。かわいい感じするよ。わかんない。あとでググろう。ちょっと難しいね。あ、鶏と野菜のポピエットだから、鶏メインの、なんかポピエットだよね。ね、鳥のポピエットっていう鳥がいるんじゃない？違う。長州鳥。でもさ、もういいや。もういいわ。フレンチなんだから、もう。ほんとちょっと日本語でお願い。パーグラのなんちゃらかんじゃない。わかりづらいよ。ということで、ここで次回のお題を発表します。お題は、私たちもう終わりね。別れましょう。です。この嫁に対するセリフを考えてください。マジどうすんの？どうやって答える？もうお別れよって。でも点で点だから多分こういうなんだけど、もう私たちお別れね！おい、じゃあもう終わり！もうバイバイ！って言うかもしれないよ。なんで今おすぎとピーコみたいな。私的にはマツコ・デラックスさんをイメージしたの。もう知らない！もうやだ！そういうのやだ！なんかそれさ、引き止めてほしい系の言い方なのか、本気で言ってるのか。私、怒り浸透で言ってたもん。別れましょうって言って、しがみついてほしいんだって。それで愛を確認したんだって、マツコさんは。有吉さんは嫌なんだって、それが。そういうのが、なんかもう3回も4回もあったら結婚生活疲れちゃうから、諦めちゃうけど、マツコさんは、もうそれを本気で言って、本気で受け止めて、違うんだよって言ってほしいって言って。さちかどっち派？マツコさん。私もかばってっちゃうんだから。そう。ちょっとでも不安なことがあると、もう私のこと好きじゃないんでしょ。もういい、帰るって言っちゃうから。わかる。そういうの嫌なんだって、普通の人は。なんかさ、もう全然関係ないんだけどさ、犬とさ、遊んでる時にさ、なんか私からさ、こう、トトトってどっか離れてっちゃって、お姉ちゃんとか行ったりとかしたらさ、私怒るの。すごく。まあってこっち来なさいよバンバンバンってやったら、うん、あの犬がなんか、うん、はっちゃんが怒ってる、うん、あ ごめんみたいな感じでこっちに来るの、もう犬が空気を読むんだ。そうだからそういう西さんが読めないからってだから多分ね、私もそういう恋人とそういうことになったら、うん、きっと犬と接する時みたいな感じになっちゃうのかなと思う。そっち来なさいよ、そうそうそう、もちろんないみたいな、どうせママのご飯が一番なんでしょ私の味付け気に入らないんでしょマザコンかこれちょっとうちのお母さんだったら味付け違うんだけど、もう帰ればいいじゃんあ、ごめん、さちか、もう帰ればいいじゃん、私一人暮らしの方が楽だからいいよ。ごめんごめん、さちかのご飯が一番だよ。もういいから今度からあんたが作ってくなきゃ嫌だからで、それで離れてっちゃったらブチギレでしょ。ブチギレえ、そんぐらいの愛情だったのじゃああの新婚さんの作家さん頑張ってくださいそういうことになりますから、新婚でもねということで以上、殺伐なチェアリングチャットでした